はい、というわけでやってまいりました。いや、今日はね、またまた雑談動画ということで、今ホンダEを、運転しております。今ね、充電残量 35%、航続可能距離が80キロですね。もうね、外の外気温が25度でもう暑いんで普通にクーラーつけてます。最近ね、やっぱ充電がね結構溜まってきたなという印象がありますね。やっぱ急速充電だけでなんとか今やってきてるんですが、まあ、急速充電でもね冬と夏でだいぶね溜まる量が違うなと。今ねちょっと半年間まだ今月いっぱいでちょうどこのホンダEe半年になるので、一体ねどれぐらい溜まってどれぐらいお金使ったのかなというのをね、気温とともに今累計出しているところです。でやっぱりね2ヶ月ぐらい今表でまとめてやってるんですけど、やっぱり気温が高い時は溜まりやすくて、最低気温が低い時はやっぱね全然溜まんねえと。ちょっと待ってよ。ホンダEe私、乗って、今、5ヶ月目ですよ。やっぱ急速充電だけだと相当厳しいなっていうのはあります。で、家の方にねコンセントがあればそれはいいですよ。なのでね、今日ちょっとね見積もりを出しに行こうかなと実は思っております。今ちょっと実家の方に空きの駐車場があるので、そこでコンセント、3キロワットを、つけたらいくらぐらいになるのかなと。だいたいねネットでググるとだいたい5万円からって書いてあるんですね。からって書いてあるんで、実際の見積もりはどれぐらいになるのかなというのがちょっと今日調べてみようかなと思ってます。なんかね最近は3キロと6キロっていうのがねあるみたいで、6キロだとね倍のスピードで、充電できるわけなんですが、それでもね、このホンダEeで満充電ってなると、半分でもひょっとしたら4時間とか5時間かかると思います。3キロワットだと10時間近くかかるのかな。それもね冬と夏とで変わってくると思うんですよね。でリーフとかテスラありますよね。その辺も要はねバッテリーどれぐらい積んでるかなんですよね。このホンダEeは 35.5kW なんで、片道100キロ圏内ぐらいでしたら十分走れるなと。100キロ圏内って結構ねあるんですよね。大阪神戸からだったら京都も十分行けるし、姫路とかも十分行けるんじゃないですかね、往復。ただそれ以上になってくると結構ね、やっぱ充電途中でしながらとかになってきますかね。そうなるとやっぱ60キロワットアワーとか、もっと上のね90キロワットアワーとか必要になってきますよね。そうなってくると車両価格も高くなっていくし、充電スピードっていうのも長くなっていくという感じなんですよ。やられた。私ねただ急速充電だけでやってるんで満充電にほぼしたことないです。っていうかねしたことないな。常に、70% とか 80% ですね。だいたい充電が 20% ぐらいになってきたら、充電をすると。そんな感じでずっと走ってます。で急速充電でね満充電しちゃうとバッテリーの消耗が結構激しくなるということで、長く電気自動車乗ろうと思う方はそのバッテリーの消耗っていうのをやっぱ気にしながら乗った方がいいと思いますね。で200ボルトで、ゆっくりね10時間とかかけて、充電する方は満充電しても大丈夫だと。なので200ボルトでもその6キロでギューンと倍のスピードって言ってもゆっくりですけどね、貯めるとひょっとしたらそのバッテリーの消耗っていうのは結構激しくなってくるのかなという予想もします。なので6キロワットでしたら例えば設定でね 95% で、もしくは 90% で止めるとかね、そういう感じでした方がいいかもしれないですね。ただ本当にね3キロワットでも 100% ってあんまりよろしくないのかな、ひょっとして。なので90%とか95%で
止める方がいいかなと思います。すごい。ホンダがね、実は全固体電池っていうのを今開発してるらしいです。なのでまあその辺がね、このホンダ E とかに全固体電池乗ればいいんですけど、まあ、まだまだ先の話だなと思いますね。今度ね、ホンダの社長が、まあ、この間変わりまして、新しい社長になりまして、企業の方針をガラッと変えましたね。2040年に内燃式の車を販売しないという発表をいたしました。なのでまあまだね、19年先なんで、まあまだまだ先の話なんですが、まあそれでもそのハイブリッドカーを含むなんですよね、内燃式、なので、まあ完全に EV と FCV ね、燃料電池、水素ガス充電のやつですね、まあそれに変わるという発表をいたしました。なのでまあ先駆けてまあそういった発表だったので、まあ国産車では本当にまあ未来をね見ながら見据えて、まあこれから企業をまあ大きくしていくという感じですよね。まあもちろんね、トヨタの方も選んでね、もう電気自動車を、車種を10台ぐらい増やしていくという感じですよね。今小型 EV がもう発売もうすぐしますよね。今シェアカーとか企業向けしか販売しないんですが、軽自動車、あれ軽の部類に入るのかな、あれがね、まあ、2人乗りでもう販売しようとしております。まあ、ああいう小型 EV と、次はレクサスのようなね、大きいSUV とかから入っていくのかな。まあどんどんね、国産でも EV が増えていくということで楽しみですよね。でまああと昔からあるのは三菱、あれはどうなんですかね、今新しく販売してるんですかね。もう PHEV しか今はないような気もしますが、まあそれとあとはマツダの SUV ですね、 CX3 30、なんかちょっと名前わかんないですけど、なんか辺のやつ、がまあ EV ね、ボンネット開けたら半分もう空っぽでしたよね、あれ。ハイブリッドカーと、EV カーと、まあ、同じシャーシで実は販売しておるんですね。なのでまあ両方兼用して販売しているといったものがマツダの車になります。国産では以上かな。まあ日産ね、日産のリーフはまあ当たり前ですけど、当たり前すぎて今候補に入れてなかったんですが、まあそんな感じですよ。リーフがね、まあメインなんですが、まあ日産でも今度アリアっていうのが新しく販売されます。あれ今年出るのかな出ないのかなっていう感じですけどね、アリアね、あれ出たらすごいなと。もうプロパイロット2がまあ搭載されて、まあできたらね、プロパイロット3とかやってレベル3まで上げてくれたらいいですけど、まあなかなかいかないですよね。あれはね、90キロワットアワーとか出る予定なので、結構徒歩可能距離も長く走れて、でハイパフォーマンスですよね。やっぱバッテリー容量が大きいとそれだけ出力も大きくなるみたいで、テスラみたいなね、すごい加速あれ必要あるのかっていうぐらいのね、すごい加速ですよね。あれが体験できるということですよね。まあ自動運転っていうのが本当にそのまあ EV に限らず、レヴォーグのようなね、内燃式の車でもね、自動運転ってできますので、まあそれで結構先進的な車がどんどんこれから販売されていくのかなという感じがします。で今これ、バイパス走ってますね。こちらで私もこれホンダ ACC、前の車にね追尾するのと今セットします。はい、セットしました。で、60キロ以上でこのハンドルの LKAS ね、こちらが使えます。なので今ハンドルね、やんわり手で触ってる感じですね。これ手を離したらダメです。まだね、これは自動運転レベル2の機能ですね。で今度のね、ホンダレジェンドね、あれは完全にレベル3になるので、高速道路で50キロ以下で、まあ、渋滞時だけですけどね、ハンズフリーとアイズフリーっていうのが使えますね。なので、まあ、ハンドル離してモニターでテレビを見れるということになります。はい、でまあ結果的にね、この
まあ先進的な機能は実際のところハイブリッドカーでもつくわけなんですよ。こういったね電気自動車じゃなくても、まあ、レベル3とかねレベル4レベル5までやろうと思えばできるんじゃないですかね。ただ内燃式っていう構造自体が結構アナログなのでまあそういった電子制御っていうのは結構難しいっていう噂も聞きました。なのでまあこういったね電気信号で動く電気自動車の方が制御がしやすいということなんで、まあレベル4とか5とかになっちゃうとひょっとしたらねこっちの内燃式じゃない EV の方が安くできるかもしれないですね。お買い上げありがとうございます。価格の差でねひょっとしたらその辺出てくるかもしれないですね。やっぱね将来的に EV の方が絶対安くなると思います。使ってるパーツも少ないしやっぱね作る量もこっちの方が増えてくると思います。なのでまあ価格も安くつくということなんですが、まあもう10年もしたらこの EV このモーターの方が主流になってくるでしょう。おそらくね、いっぱいなんやかんや言う人いますが実際はもうねホンダも舵を切りましたからね。国産車でもこういう風に舵を切ってきております。なのでまあまあ確実にEV の方が価格が安くなっていくと。で逆にその内燃式やっぱどうしても、まあ、やっぱね趣味思考でねタイプ R とかねスカイライン GTR とかああいうのに乗りたいっていう人はやっぱ内燃式の、まあ、需要もありますので、まあそういった方は結構ね値段が高くなると思います。今より作る数も少なくなるしね、やっぱねそういった専用の工場でしか作れないっていうなってくるとやっぱりね腕時計と一緒ですよねロレックスとかなんで高いかっていうとあれ機械式時計なんですよね。なのでまあ手作りというかまあ工場ラインも少なく小ロットでしか作れないといったものになるわけなんですよ。なのでこういったねアップルウォッチみたいなこうデジタルとか、こういったね EV カーっていうのはもう大量生産が容易にできるということなんですよ。なのでまあ価格は下がっていきますよね、もう当然ながら。なのでまあ EV は値段が下がって、しかも全固体電池っていうのができると、まあ、電池代も下がるということでまあ安く、まあ、乗りやすくなりますね。どうしてもガソリンエンジンが欲しいということはまあ贅沢品ですよね本当にね大きい家に住んでガレージが車庫がね2台ぐらい置けて、まあ、生活にゆとりのある方がまあ内燃式の車を乗るといった感じになってくるんじゃないですかね。もう2040年ではもうそうなってると思います、まあ、あと19年後ですよね。すごいすごい、まあ、というわけで今ねもうこの LKS とこの追便でねかなり運転が楽でした。 OK ホンダ大倉谷インターに行って感じで音声ガイドとかね普通にルート案内してくれます。これねめっちゃ楽なんですよ。まあどんどんねナビも進化していくので新しいハイブリッドカーにも、まあ、普通のね内燃式でもこう選べますのでナビっていうのはね、まあ、最新のナビをつければ、まあ、古い車でもテクノロジーは進化するという感じですね。で最後にね私がやっぱ EV 乗って一番驚いたことというか、まあこれ内燃式の車に戻れないなっていう最大の理由を今から言います。それはねやっぱこのスムーズな走りですよね。これはやっぱねモーターのトルクっていうのとこの内燃式のエンジンのトルクっていうのが、まあ、数字上はねあるんですけど、まあ、300ニュートンメーターぐらいありますこの本体。普通の内燃式で行くともう V6 3リッターぐらいのエンジンになるわけなんですよね。まあ、それぐらい大きいエンジンじゃないとこのホンダ E のこの小さいねこの車でもそれぐらいの大きいトルクが出るということで、もうすごい走りがねいいんですよね。もうなんかねやっぱ
新幹線に乗ってるみたいな、そんな感覚ですよ。なのでちょっとね、やっぱガソリンエンジンに戻れねえっていうのがね、やっぱこの乗り味ですかね。その辺がやっぱ内燃式とは大きな差があるんだなという感じはします。で、まあちょっとまだ乗ったことないんですけど、あのトヨタが出したね、今度の新しいあの小さいあの2人乗りの EV カーありますよね。あの辺はかなりね、そのバッテリー容量っていうのが少ないんですけど、一体どういった乗り味なのかなという感じしますね。なのでまあこのホンダいいね、結構その間取ってね、いいところついてんじゃないかなという感じはします。あの長距離、かなりの長距離は無理やけども、まあ近距離で、まあ、この走りで、まあそんなにね、乗ってて普通に乗れますよ。普通の乗用車並みに乗りますよ。なのでまあ私は気に入って乗ってます。ただまあ家にコンセントがねっていうね、まあそれだけですね。はい、というわけで今日は長々と喋っておりましたが、もしね、あの初めて私のチャンネル見た方は、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、EV カーについて、雑談動画でした。じゃあね、バーイ。